皆さんこんにちは。精密測定機器メーカーのマグネスケールです。インテリジェントマルチ計測ステーション LT80 MG80 シリーズは多彩な機能を持っています。第1弾の今回は基本的な機能をご紹介します。 LT80 は7インチの液晶タッチパネルを搭載し、機能性と視認性を両立させた製品です。この計測システムは表示ユニット、カウンターユニット、デジタルゲージで構成されています。それぞれを接続し、電源を入れるだけでデジタルゲージを認識し、動作を確認できます。表示ユニットは各種設定と測定値を表示し、その測定データを保存することができます。メインモジュールはデジタルゲージの測定値を演算し、表示ユニットに出力します。カウンターモジュールはデジタルゲージの測定値をカウントし、メインモジュールに出力します。メインモジュール1台あたり16軸のデジタルゲージが接続可能で、リンク接続をすることで最大32軸まで接続することができます。それではLT80 の HMI 機能を使った設定方法をご紹介していきます。 LT80 は各デジタルゲージに対して最大16種類の測定値を表示することができます。はじめに1軸のデジタルゲージに対して8種類の異なる設定をした表示を見てみましょう。この画面では上から現在値、最大値、最小値、ピークトゥーピーク、スケーリング、そして現在値に対して3種類の異なる式位置を設定しています。続いて演算機能をご紹介します。この画面では2軸のデジタルゲージを使用した各測定値の和、差、平均を表示します。上から1軸目の現在値、2軸目の現在値、2軸の和、差、平均を設定しています。フレーム数表示は4種類から選ぶことができ、最大16フレームまで表示することが可能です。それでは電源を入れた時のデジタルゲージの設定をご紹介します。電源を入れると、はじめにロゴとソフトウェアバージョンが表示されます。次に計測画面が表示され、接続した6本のデジタルゲージがすでに認識されています。 LT80 の設定メニューは3階層で構成されているため、わずか3ステップで設定できます。メインメニュー、測定メニュー、測聴ユニット設定の順にタップし、デジタルゲージに合わせた入力分解能とカウント方向性を決めます。これで設定は終了です。続いて測定データの外部への保存方法をご紹介します。 LT80 は保存したデータを USB メモリー、 SD カード、LAN 経由で外部に転送することができ、データの自動保存も可能です。また LT80 で設定したパラメーターも同じように外部に転送することができます。このデータを他の LT80 に転送すると同じ設定を再現できます。さらに Windows の設定アプリを使うことで、パソコンから設定したパラメーターを LT80 に転送することができます。 LT80 と PC を LAN ケーブルで直接接続し、専用コマンドで全ての設定や操作が行えます。いかがでしたか？今回は LT80、MG80 の基本的な機能のご紹介をしました。次回以降の動画で
LT80、MG80 の多彩な機能をご紹介していきます。ご視聴ありがとうございました。